どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾です。はい、今日はですね、7月入っちゃいましたね。というわけで、7月公開の、注目している新作映画を全部で17本ほど紹介したいと思いますということで、本数もありますので早速紹介していきます。1本目、まずはですね、7月2日金曜日公開予定の映画をいくつか紹介しますということで、1本目はゴジラ VS コング。はい、こちらもコロナでね、何度か延期されて待ち望んでいた人も多いんじゃないでしょうか。ハリウッド版ゴジラシリーズのゴジラと、ゴジラキング・オブ・モンスターズと、キング・コング、ドクロ島の巨神をクロスオーバーして描くモンスターバースシリーズの第4作で、ゴジラとキング・コングという2日米の2大怪獣が激突するというね、とんでもないお話なんですよ。モンスターの戦いで壊滅的な被害を受けた地球、人類は各地で再建を図り、特務機関モナークは未知の土地で危険な任務に当たりながら、巨大怪獣のルーツの手がかりをつかもうとしていた。そんな中ゴジラが深海の暗闇から再び姿を現し、世界を危機へ陥れる。人類は対抗措置としてコングをスカルアイランドから連れ出して、まあそうやってね、ゴジラと激突させようとするわけで、はい、この手のね、バーサス映画で一番気になるのは人類邪魔。今回もそうなってなきゃいいんだけどね。はい、というわけでね、お次はホラー映画です。ロックダウンホテル死霊観戦。釈由美子が出演し、謎の殺人ウイルスの感染爆発に襲われたホテルを舞台に描くカナダ製パンデミックホラーなんですよ。ほう、カナダ製。あるホテルの一室で謎の殺人ウイルスの感染が始まり、やがてホテルの廊下はのたうち回る感染者で埋め尽くされます。臨月が近い妊婦のナオミは、これが釈由美子かな、支配的な夫から逃れて異国のそのホテルに滞在していたが、身重の状態で地獄と化した逃げ場のないホテルに閉じ込められることに。なんとか逃げ道を探すナオミだったが、殺人ウイルスの蔓延のみならず、想像を絶する心霊現象まで発生。やがてナオミの体にも異変が起こり始めるって、もうなんかね、いや、なんか時代の香りしかしませんよね。いや、この映画本当大丈夫か？はい、次はですね、7月8日木曜日スタートの映画1本だけ紹介します。こちらもね、待ち焦がれていた人多いんじゃないでしょうか。ブラックウィドウ。アベンジャーズシリーズをはじめとしたマーベル・シネマティック・ユニバース、いわゆる MCU ですね。それの各作品で活躍したスカーレット・ヨハンソン演じるブラック・ウィドウが単独で主役を務めた作品で、孤高の暗殺者だったブラック・ウィドウがなぜアベンジャーズになったのか、知られざる物語が明らかにされます。この物語の時代設定はシビル・ウォー・キャプテン・アメリカとアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーの間で、ブラック・ウィドウがアベンジャーズから離れていた時期に起こった出来事を描いているそうなんですよ。今回はこのブラック・ウィドウに妹が突然現れるんですけど、その妹役をストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語でアカデミー助演女優賞にノミネートされたフローレンス・ピューが務めているということで、こちらはですね、2021年7月8日から劇場で公開されるんですけど、7月9日からディズニープラスでも配信されますが、こちらね、追加料金結構かかるんですよ。ですね、追加料金が税込みで3278円。ちょっとね、一人での鑑賞には厳しいですよね。さて、お次はですね、7月9日金曜日公開予定の作品をいくつか紹介しますということで、1本目は唐人街探偵東京ミッション。中国で大ヒットを記録している人気シリーズの第3弾です。妻夫木聡、長澤まさみ、染谷翔太、浅野忠信ら日本人キャストが多数出演し、主人公の探偵コンビタン・デン&チン・フォンが東京を舞台に事件解決に挑む姿を描いた、ミステリー・サスペンスなのかな。様々な国際的な事件を解決してきた中国の探偵コンビ、タン・デンとチン・フォンは、日本の探偵、野田から協力を依頼され、東京にやってきます。彼らが挑むのは、東南アジアのマフィアの会長が密室で何者かに殺されたという難事件で、犯人として起訴されたヤクザの組長、渡辺の冤罪を証明しなければならない。タイの探偵で元刑事のジャック・ジャーも加わり、一同は事件解決に向けて奔走するが、今度は殺された会長の秘書である小林杏奈が何者かに誘拐されてしまうということでね、いや、ミステリーですね。これ面白そうじゃないですかということで、まあ、中国の映画なんだけども、結構ね、日本人の有名キャスト陣ができているということで、こちらもチェックしたいなと思っております。はい、次はですね、ドアマン。ミッドナイト・ミート・トレイン。
バーサスの北村隆平監督がジョン・ウィックチャプター2のルビー・ローズを主演に迎え、元海兵隊の女性ドアマンがたった一人で強盗団に立ち向かう姿を描いたバトルアクションですということで、日本からは伊藤英明が参加しているそうなんですよ。こちら北村隆平さんといえばね、もう今アメリカで活躍されている映画監督なんですけど、2年ぐらい前かな、ネットフリックスで配信されたあのダウンレンジって映画がねめちゃくちゃ面白いんですよ。なので僕もねこの北村隆平監督ということで要チェックです。このミッドナイトミートトレインもね相当にとんがった映画で、まあ、この方結構ねとんがった映画多いんですよね。まあ昔はね安住とか撮ってました。次はですね、これベトナムの映画だね、走れロム。最後の裏町を舞台に孤児の少年が夢を叶えるために巨額の当選金が手に入る違法宝くじを挑む姿を描いたベトナム映画なんですよ。最後の裏路地にある古い集合住宅、詐欺師の債権者から借金を背負っている住民たちはアパートを維持するために大金が当たる違法宝くじに熱中しています。14歳の孤児ロムは宝くじの当選番号の予想屋で生計を立てていました。ロムは地上げ屋から立ち退きを迫られている住民たちを救い、生き別れとなった両親を探すため危険な違法宝くじで一攫千金を目論むがということで、こちらね韓国で大ヒットした映画なんですけど、予告編見ましたけどね、なかなかエネルギッシュで、ぜひこちらもねチェックしたいなと思っております。面白そうですよこれ。はい、次もね個人的にはめちゃくちゃ気になっていた映画なんですけど、ついにね公開されますライトハウス。ウィッチのロバート・エガース監督がテネットのロバート・パティンソンと名優ウィレム・デフォーを主演に迎え、実話をベースに手掛けたスリラーなんですね。下界と外界と遮断された灯台を舞台に、登場人物はほぼ二人の灯台森だけで、彼らが徐々に狂気と幻想に侵されていく様を美しいモノクロームの映像で描いています。1890年代ニューイングランドのこと、4週間にわたり灯台と島の管理を行うため二人の灯台森が島にやってきました。ベテランのトーマス・ウェイクと未経験の若者イーフレーム・ウィンズローは初日からそりが合わずに衝突を繰り返します。険悪な雰囲気の中、島を襲った嵐に二人は島に閉じ込められてしまうんだけど、どうなっちゃうんだろうみたいなね、なかなかサスペンスフルなお話ですよということで、ね、こちらは僕絶対見に行きたいと思っております。はい、次はですね7月10日土曜日公開予定の作品を1本だけご紹介しますということで、ウィリーズワンダーランド。はい、オスカー俳優のくせに全く仕事を選ばないニコラス・ケイジが制作主演を務め、廃墟となったテーマパークで悪魔のようなアニマルロボットたちに襲われる人々を描いたアクションスリラー。今回も全然仕事選んでねえじゃねえかっていうことで、もうなんかさ、ストーリー聞いただけでもうめちゃくちゃ見たくなりますよね。こちらはですね、新宿シネマカリテの特別企画、カリコレ2021。これ毎年やってるんですけどね、クソみたいな決体な映画ばっかりいるんですよね。いや、ほんとこれもね、絶対時代だわ。はい、次からね7月16日金曜日公開予定の作品を何本か紹介しますということで、まず1本目は凶暴家族。犯罪映画のトリックを知り尽くした男が家族を守るため完全犯罪に挑む姿を描いたサスペンスです。2013年にマラヤーラム語で制作されたインド映画を、その2年後にヒンドゥー語でリメイクしたビジョンを中国映画としてリメイクしたというね、なんとも複雑な経路をたどった作品なんですよ。幼少期に中国からタイに移住したリー・ウェイジエは、現在はインターネット回線会社を経営しながら妻や高校生の長女、まだ幼い次女と幸せに暮らしています。信心深く穏やかな人柄の彼は地域の誰からも好かれていました。ある日サマーキャンプに出かけた長女ピンピンが、不良高校生のスーチャットに睡眠薬を飲まされ暴行の様子を撮影されちゃうんですね。動画をネットに上げると脅されたピンピンはそのスーチャットと揉み合いになり彼を殺害してしまうんだけど、スーチャットは警察局長の息子だった。映画マニアであるリーはそれまで見てきた映画のトリックを応用して完全なアリバイ作りに着手するってことでね、もうこのプロット聞いただけでもめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。いやーもうね、ミステリー作家としてはこの映画絶対に見逃せません。はい、次はですね、まあ、今月ね、特に個人的に注目している作品が2本あるんですけど、これがね、そのうちの1本なんですよ。プロミシング・ヤング・ウーマン。ごく平凡な生活を送っているかに見える女性キャッシー、実はとてつもなく切れ者で、クレバーな彼女には周囲の知らないもう一つの顔があり、夜ごとを外出する謎めいた行動の裏にはある目的がありました。明るい未来を約束された若い女性、これがねタイトルになっているプロミシング・ヤング・ウーマンだと誰もが
信じていた主人公このキャシーですね、ある不可解な事件によって約束された未来を不意に奪われたことから復讐を企てる姿を描く、まあ、サスペンス映画なんですけど、こちらですね2021年第93回アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演女優賞など5部門にノミネートされ、なんと脚本賞を受賞しているんですね。というわけでね、これね確かねゴールデングローブ賞にもノミネートされていて、ちょっとかなりね面白そうな映画なんで、個人的にはめちゃくちゃ注目しております。はい、お次は7月17日土曜日公開予定の作品を1本だけご紹介します。ジャッリカトゥ牛の怒り、怒り狂う暴走牛と1000人の村人たちが繰り広げる戦いを描いたインド初のパニックスリラー南インドケーララ州のジャングルにある村、冴えない肉屋の男アントニが一頭の水牛をほふろうとすると命の危機を察した牛は怒り狂って脱走する。肉屋に群がっていた人々は慌てて追いすがるが全く手に負えず、暴れ馬は村の商店街を破壊しタピオカ畑を踏み荒らす。恋心を寄せるソフィーに愛想を尽かされたアントニは牛を捕まえてソフィーに見直してもらおうと奔走。村中がパニックに陥る中、密売の罪で村を追放された荒くれ者、クッタちゃんが呼び戻されるが、アントニーとクッタちゃんはかつてソフィーをめぐっていがみ合っていた仲だった。牛追い騒動はいつしか人間同士の醜い争いと展開していくってバカじゃないのバカ映画だねこれ。いやでもなんかめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。これはね多分僕見ると思います。はい、お次はですね7月23日金曜日、金曜日なんだけどね、この日は見たい映画1本だけです。復讐者たち、ホロコーストを生き延びたユダヤ人たちによる復讐計画の行方を史実をもとに描いたサスペンスドラマ。おお、これ面白そうですね。1945年敗戦直後のドイツ、ホロコーストを生き延びたユダヤ人マックスは収容所で離れ離れになった妻子がナチスに殺されたことを知り復讐を決意します。ナチス残党を密かに処刑しているユダヤ旅団に合流したマックスはより過激な報復活動をするユダヤ人組織ナカムに参加。彼らはドイツ人600万人を標的にした恐るべき復讐計画プラン A を企てていたってことで、プラン A 気になる、ね、ドイツ人600万人を標的にしたってこれすごく、これテロだね、ほとんどテロですよ、恐ろしいですね。いやもう7月ですかね、夏はやっぱり戦争映画、なんかねめちゃくちゃ面白そうじゃないですかということで要チェックです。はい、というわけでね、今度1週間後の7月30日金曜日なんですけど、同じ金曜日でもねこの日は見たい映画が結構固まっているんですよ。まずは1本目、パンケーキを毒味する。はい、こちらドキュメンタリー映画ですね。第99代内閣総理大臣菅の素顔に迫った政治ドキュメンタリーということで、ブラックユーモアを交えながらシニカルな視点で日本政治の現在を捉えたみたいなね、まあ、いわゆる 菅首相の、ね、素顔にということで、まあこう日本がどこへ向かっていくのか、菅政権が何を目指し日本がどこへ向かっていくのかを語る。さらに菅首相のこれまでの国会答弁を徹底的に検証し、ポーカーフェイスの裏に隠された本心を探るって、もはやね菅首相ね、あれポーカーフェイスになってないですよもうねなんかもう逆にかわいそうだね、もう言わされてる感があるもんね。まあでもねオリンピックどうなっちゃうんでしょうね。菅首相の悲願ですからね。はい、次もね戦争絡みの映画ですね。アウシュビッツレポート、アウシュビッツ強制収容所を脱走した2人の若いスロバキア系のユダヤ人のリポートによって12万人のユダヤ人の命が救われた実話を映画化した人間ドラマ。第二次世界大戦中の1944年ユダヤ人が収監されたアウシュビッツビルケナウ強制収容所で過酷な労働を強いられて殺害される人々の遺体記録係をしているスロバキア人のアルフレートはナチスドイツによるその残虐な行為の証拠を持ち出し医療者に届けるために脱走を企てます。協力した仲間たちは正直に話せば全員宿舎に戻れるんだぞと執拗に拷問されるが、アルフレートたちはホロコーストの真実を世界に伝えるために国境を目指します。奇跡的に吸収された2人は赤十字職員にアウシュビッツの実態を告白しレポートとして提出するがということで、この2人の、ね、活躍によって、まあ、アウシュビッツの蛮行が世界中に知らしめられたっていうね。いやどんな内容の、ね、どんなドラマがあったんでしょう、気になりますよね。ぜひチェックしたいと思っております。はい、次の映画はねぶっちゃけ頭おかしいです。
サイコ・ゴアマン。カナダの過激映像集団アストロン6のメンバーで、マンボーグ・ザ・ボイドの監督として知られるスティーブン・コスタンスキーが監督脚本を手掛けた SF スプラッターアドベンチャーです。庭で遊んでいた8歳の少女ミミと10歳の兄ルークは、太古の昔より地底に埋められていた悪魔残虐宇宙人を蘇らせてしまう。残虐宇宙人なんだそりゃ。銀河中から恐れられる残虐役宇宙人の復活により、地球は絶体絶命の危機に陥るが、光る謎の宝石をミミが手にしたことで、残虐宇宙人は彼女に絶対服従せざるを得なくなる。サイコ・ゴアマンと名付けられた残虐宇宙人は、子供のいたずらに付き合うために、その頃残虐宇宙人の復活を察知した銀河系の怪人たちが抹殺のため地球へと向かっていたってね。もう頭おかしいですよ。でもね、昭和時代ってこういう映画結構少なくなかったんですよね。いや、なんか昭和の香りがしていいな。ぜひチェックしたいなと思っております。これ多分ね、シネマート新宿でかかります。はい、残すとこはあと2本ですね。で、ちなみに先ほど言った、今月注目している作品が2本あると言って、先ほどプロミシングヤングーマンがそのうちの1本だと言いましたけど、残り1本はこちらです。変更。こちらは2017年に発売された台湾の大ヒットホラーゲーム変更を実写映画化したものです。ちなみにこの変更ね、ゲームホラーゲーム、僕も実況していますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。国民党政権下の白色テロ時代を題材に描いたダークミステリーで、これね、なんかね、台湾のアカデミー賞みたいなのを5部門受賞してるんですね。1962年台湾では中国国民党による独裁政権のもと、市民に相互監視と密告が強制されていました。ある日、なんちゃらこのね、創価高校の女子生徒ファンが放課後の教室で眠りから目を覚ますと、周囲から人の気配が消えていました。誰もいない校内をさまよう彼女は、政府によって禁じられた本を読む読者会のメンバーで、密かにファンを慕う男子生徒ウェイに遭遇します。一緒に学校からの脱出を図るが、どうしても外に出ることができません。やがて二人は学校で起きた政府による迫害事件と、その原因を作った密告者の悲しい真相にたどり着くっていうね。いや、これね、本当にね、めちゃくちゃね、すごいストーリーでしたね。もうゲームなんだけど、まあ、ゲーム自体は普通なんだけど、ゲーム面白いっていうよりも、このゲームの中の物語がすごかったんですよ。で、これはもうね、ゲームよりもドラマとか映画で見るべき作品なんですね。ちなみにこの変更、Netflix ではドラマ化されているので、ドラマ版もね、配信されてると思うんで、そちらもね、見てみたいなと思います。で、これね、2、3年前の映画なんだけど、やっと日本でもね、上映されるっていうことで、もう絶対見ます。とても楽しみです。はい、というわけでね、次は最後にご紹介する映画となります、屋敷女ノーカット完全版ということで、まあこの映画に関してはね、以前僕の動画でも皆さんにこれノーカット版上映されるよっていう動画をね、流して皆さんに情報共有したんですけども、2007年に制作公開され、壮絶な恐怖と戦慄を描いて話題となったフレンチホラーなんですけど、このね、当時日本でね上映されて僕も見たんですけど、まあちょっとね、あるシーンに黒モザイクがかかって黒塗りされてたんですよ。で、なんかそれがね、見えない。もうめちゃくちゃこれね、残酷な映画で。まあちょっとね、苦手な人は絶対見ちゃダメです。これね、まあフレンチホラーほんとえげつないんだけど、まあえげつないフレンチホラーをね、代表する、もうめちゃくちゃとんでもない映画なんで、これはまあね、よっぽどかホラー好きじゃない、ホラーに対して耐性のない人は、この映画は見ないでください。とんでもないことになりますから。はい、そんなわけで皆さんいかがでしたかね。皆さん見たい映画何本ありましたか。僕はね、何度も言いましたけど、プロミシングヤングウーマンと変更は絶対見たいなと思ってます。あとね、屋敷女もう一回見直してみたい。なんか屋敷女あんまね、 DVD が見当たらないんですよね、最近ツタヤで。ちょっとね、これ見ようかなと思ってみます。ちょっと勇気いりますよ、この映画。ほんとマジで、あの、苦手な人やめてくださいね。はい、というわけで以上、ミステリー作家の七重氏でした。それでは皆さん、ごきげんよう。